Here, 激辛 is my policy. だけど上に上がるマイノリティ。1から10まで滝登り Here。どうも、たそがれラッパーのずおです。今日はですね、仙台の激辛で有名な赤鬼。ここで激辛ラーメンを完食したいと思います。では、早速やってまいりましょう。はい、この店はね、常連の人しか食べれない裏メニューがあるんです。それがこちらですね。地獄と極辛、まあ、僕はこっち頼んだんですけど、まあ、仙台一から入って店長が言うにはそうだそう。楽しみですね。いいね。はい、ラーメンが来ました。見てください。見た目が物語ってますよね。でこれ量も 1.5 倍ぐらいあったらしくて、それも辛さも 2,3 倍になるってことで。でもうまそうですよ、普通に。どう見てうまそう。まあ、うなずくだけじゃ分かんない。まあ、普通の味噌ラーメンですけど、どうですか。全然違いますよ。まあいいや、とりあえずいただきましょう。じゃあまずスープから。ああ、なるほどね。でも俺ね、一口目は結構強い。一口、二口目は結構強い。だから今の状態はまだ全然うまい。でもここからですよ。とりあえず麺は完食しました。あとはスープを飲みますよ。
水飲みます。というわけで極楽麺を完食したわけなんですけど、まあ、店長さんもねすごいいい人なんで、ぜひね普通のラーメンでもいいんで皆さんぜひ食べていってください、まあ、もちろん仙台住みの方も東北に住んでる方も、まあ、その他大勢の方も全然いいんで、ぜひここに食べに来てください。それで辛いものが得意な人はぜひ極楽麺、まあ、地獄麺でもいいですし挑戦してみていってください。では野蔵でした。Thank you.